1927年頃の山田純子山田純子。山田純子は日本の小説家。もっぱら、徳田修正、竹久夢二などの愛人として知られる。本名は純本名由紀。秋田県由利郡本庄町に海鮮問屋の長女として生まれる。山田家は明治維新以前は本庄藩に仕える氏族だったが、明治期に、 墨の飽きないから成功して、金貸しなども手がけ、父親の代に、海鮮業に転じた。気上で美貌の祖母を慕っていたが、純子が7歳の頃にその祖母が、投身自殺し、精神的に多大な影響を受ける。秋田県立秋田高等女学校を卒業し、1920年に19歳で、東京帝国大学での弁護士、マスカワと結婚して、小樽に住む。 長女出産後、病で、片方の乳房を失う。文学志望が強く、1924年に自作、水は流るるを携えて上京し、徳田修正に指示する。その前年に度重なる借金で負債を抱えていた、夫が陶器で失敗して破産しており、借金取りから逃れるため東京に移り住んだ。純子もこう連れて、それに合流していたが、 夫婦仲は破綻し、1925年に離婚、三次を夫が引き取る。夫のマスカワは1926年に、オタルの銀行から大金3万円を差し持ち逃げした件で、裁判沙汰となり、1927年に逃亡先の上海で逮捕される。徳田の文化生で、劇作家の足立金一の尽力で、足立の経営する出版社、 厚ツムカオルカより1925年に、流れるままに、が上司されると、夫と子供を捨てて、我を通した女と攻撃され、戦場的な避難記事が増えていった。あだちの愛人となり、また、同所の想定をした、竹久夢二とも恋仲になり同棲するが、4ヶ月で別れる。当時厚ツムカオルカに勤務していた、イブセマスジは、自分が、 編集担当した本の表紙の欠点を純子に指摘され、その通りであったのものの、純子に対して反感があったため腹が立ち、少しは世間の評判を気にして、我が社に、そうしげしげ出入りしないでほしいとメンバーしたという。1926年、妻が急死した修正の愛人となり、ジャーナリズムに尊敬が恋にと書き立てられ、修正は、 元の枝絵などの、純子ものと呼ばれる30編近い短編を乱作した。純子は1927年11月より、雑誌、女性に、自助伝、下燃える草を連載。その後、純子の娘、と子が入門した、舞踊家、藤間静江の恋人で、若きマルキスト、文学者の勝本誠一郎と恋に落ちる。1927年末、 修正との正式結婚の直前、修正に家から追い出されて、勝本の元へ走るが、勝本とは一年で別れる。その間に、勝本は、純子との恋を思小説、肉体の距離として、見た文学に発表する。当時の純子は、艶やかな魅力にあふれた女性だったようで、吉谷信子は、カブラキキヨカタの名作となった。 築地赤市長の明治の美女の立ち姿にどこか、暴物としていたと評し、浮世絵から抜け出てきたような、たおやかな、美しさに、外人客が目を見張った様子に触れ、徳田家に寄宿していた、川崎長太郎は、彼女を参見する、私は、ややもすれば幻惑され、いすくめられるような勝手を抱きがちであったと述べている。1930年代には、西銀座で、バー、 純子を経営した。修正は1935年に純子者を集大成した仮想人物を完成し、帳簿を飾る詩小説の代表作となった。1937年、純子は自分の言い分に耳を傾けず全て否定する報道に対する抗議として神の火を盗んだ女を自費出版した。その後も細々と文筆活動を続け、 1954年1月に、修正との成功渉も含めた自らの恋愛を公表した修正と女弟子を発表した。書籍には2バージョンあり、片方にの密修正への恨みの念が描かれていた。座談会、明治文学誌で、勝本は修正から順子を押し付けられたと語っている。生涯1 0冊以上の単行本を出し、 雑誌や新聞に数十編の小説、エッセイを発表したが、修正の仮想人物で固定されてしまった、純子像により、まともに批評されることはなかった。文学作品について語られることは少なく、スキャンダルをもって、文学史上に名を残した女性である。ありがとうございます。